挨拶ロストインパラダイス、どうも黒です。というわけで本日も始まりました、面白い作品をより面白くするための考察チャンネルのお時間でございます。今回は未だ謎の存在天元様について考えていきたいと思います。けれども天元様の情報っていうのは未だあまり出ていないんですが、今ある情報をもとに天元様について考えていこうと思います。天元様といえばこちら8巻第66話開局に五条悟の過去編で天元様について触れられました。天元様には術式の初期化があると。天元様は不死の術式を持っているが不老ではない。ただ老いる分には問題ないが、一定以上の老化を終えると術式が肉体を作り変えようとする。進化、人でなくなりより高次の存在となる。もうね、ちょっと怪しげな存在ですよね。そして以前の7巻、天元は結界の運用以外基本うつつに干渉しない。ただの木か何かだと思ってくれていい。後世にある危険度の高い呪物を保管する蔵へと通じている扉は天元の結界術によって日々配置を変えるんだと。つまり天元は不死の術式を持った呪術師で結界術に特化しているということがわかります。そして術式の初期化が起こるので500年に一度星晶体天元様と適合する人間と同化し肉体の情報を書き換えると。簡単に言うと500年に一度人間とね適合していると。天元様の結界術は高専各校呪術界の拠点となる結界、多くの補助監督の結界術、それらすべてが天元様によって強度を底上げしていると。天元様の力添えがないとセキュリティや任務の消化すらままならないと。天元様がこの肉体の情報を書き換えられないと最悪の場合天元様が人類の敵となる可能性もあると。これぐらいの情報しか出ていないんですが、名前からして天、星晶体の星、呪詛師集団 Q、 この Q はアルファベットの Q なんですが、球体とかね、そういったイメージが Q にはありますよね。そして天元様を信仰崇拝する宗教団体、これが万星教。つまり天元様の出てる情報は少ないけれども天体球体星のようなイメージが付けられていることがわかります。こちらの動画でもお伝えさせていただいたんですが、五芒星と格子模様、星満道満というワードがありまして、これは陰陽道のシンボルと言われているんですが、安倍の生命が転じて星満、芦屋道満が転じて道満と呼ばれております。呪術回戦にも関わってきそうな安倍の生命、その五芒星が星マーク、星のイメージがある天元様、この二つももしかしたらつながりがあるかもしれません。そしてここからは本誌の内容を含みますので、単行本派の皆様はご注意ください。というわけで僕は以前こちら偽ゲトウの正体、黒幕は一体誰なのかっていうのを考察しました。そこで今は新影流の考案者芦屋貞綱ではないかっていう考察をさせていただきました。呪術を教えるような立場にいた芦屋貞綱、そして偽ゲトウは結界術に特化しているような部分もある。その結界術を底上げしているのは天元様。ここもね、深掘りしていくと偽ゲトウの中身は昔から存在しているような人物、この偽ゲトウの中身の存在も天元様が関わっていたら恐ろしいですよね。というわけで本日の動画いかがだったでしょうか。僕のチャンネルでは面白い作品をより面白く狭く深く追求するチャンネルとなっております。第1章約束のネバーランド、第2章呪術回戦の動画、過去めちゃくちゃ上げておりますので固定コメントに関連動画載せておきます。というわけで考察が好きな皆様は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。考察最高。では